はい、今日は、ウドを撮影したいと思いますね。これが自然に受生しているウドです、根っこの方が大きくて約 40〜50センチ。もうこれは収穫しないと硬くなりますね、先の方のですね、この芽のところは天ぷらで食べると風味があって超美味しいです。このようにですね、ドラム缶をかぶせて光が当たらないような状態にして白く育てます。特別に苗床を作る必要はございません。こんな感じで、はい、真っ白くできてますね。こちらは壺をかぶせてます。壺です。これちょっと重いので動かせませんね。この壺の中にも 4、5 本生えてます。これは昨日収穫した残りですね、1本は残しておきますと地下茎に栄養がいきます。このようになってきますね、向こう側にも、受精したブドウがあります。昨日収穫しました。ドラム缶の下にあるのがこんな感じですね。白い昨日でっかいウドを収穫してますので、でこれが青い、ウドですね。このくらいまではまだ食べられます。先の方はですね、このような先の方ですね、これですね、これは天ぷらで食べると美味しいです。はい、ということで天然自然に受精した、多分ひいじいちゃんかなんかが山から苗を持ってきて植えたんだろうと思います。70年前に植えたんだろうと思います。はい、ということで、ウドウの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。春の香りの恵みに感謝ですね。